トリーさん、あなたの中堅らしいです。というわけですね、今日もワイルドクラフトをやっていきたいと思います。ワイルドクラフトすごい人気でしたね。らしいさんちょっとびっくりしてます。ザ・タイガーよりも全然こっちの方が人気だった。まあザ・タイガーは結構ね、あのサクサク動いて好きなんですけれどもね、まあでもまあこっちの方がみんないいということなので、こっちをちょっとね進めていこうと思います。これさ、どうしたらさこれできるようになるの？これはお金払わなきゃダメなの？なんかあのガチャでもらえるのかな。これちょっと持ってる人いたら教えてほしいんだよね。キツネとかさ超持ってんだよラッシーさん。ほらこれスキンとか超出てるんだけど、これのもらい方がわからない。まあいいや、とりあえず今回ちょっとマルチプレイヤーでやってみようかな。よいしょ。今ねレベル10両方超えたので、ラッシーさん子供をね、あそうだ、マルチプレイヤーじゃなくてシングルでもよかったんだな。子供をね埋めるようにねなったんですよ。ちょっとそういうのやっていこうと思うから、やっぱシングルでいい？シングルでいくね。はい。あちょっと待って、他のところも行けるようになったよこれ。バトルアリーナ、いよいよ。あーそっかそっかそっか、行けないの、行けないけど、まあとりあえず、ワイルドプレーンズで一旦行きましょうか。ここでここで、はい来ました。ここでですね、多分ここ今巣の中だよね。あそう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 、この石像みたいなのゲットしたんだらしいさ。ほら家に飾れる石像、狼の石像ですね。このじゃあ狼の石像の前で、多分ね寝れば子供が生まれるはずなんだけれども、どうだろうか。ピロリーン、あ妊娠中です。やった、進行する EXP を書く。え妊娠したの？赤ちゃんできました。赤ちゃんできたけど生まれないですね。これはどうしたら生まれるのか。少し時間が経ったら生まれるんですかね。まあいいや、じゃあちょっとクエスト行きましょうか。クエストかなり、キツネ、次は、キツネの次は、これ、鹿。うん、これは OK。これ新しいのできた。イノシシ、ついに来たよ、イノシシ。イノシシ倒せるかな。イノシシちょっとまだ一回も倒したことないんだけど。まあでも奥さんもいるからね、いけそうな感じするよね。ちょっとじゃあ行ってみましょうか。多分ね、このねぐらを出たところに、すぐあたりに鹿が結構ね、あーイノシシいました、早速。奥さん、行くぞ奥さん。おらーイノシシ、おらーイノシシがなんぼのもんじゃい。ちょっとちょっとちょっと、やばいやばい、やられてる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 。強くね、イノシシ。倒せないよ。奥さん、強。瞬殺でやられたんだけど。ちょっと待って、これ倒せなくね？何回も行ったらいけるかな。ちょっと一回寝よう。一回寝て体力を回復して、まあこの中デスペナルティがあんまりないっぽいからいいよね。これはいいんだけど、さて、野生だったらもう今ので一瞬で終わりですかね。あそこにちょっととりあえずキツネがいる。奥さんキツネ行こう、キツネ。おらキツネ。ちょっと調子乗ってジャンプとかするとさ、奥さんがなかなかついてきてくれないから、てかジャンプしなくてもついてきてくれないんだけど奥さん。奥さん何やってんの？今更来たんかい？今更来たんかい？まあいいや。これ食べたら食べて回復していきましょうね、どんどんね。まあ奥さん身重だからね、しょうがないですよね。さあ OK ですよ。これでだいぶ回復できたと思うんですけど、よし。鹿がね、鹿がこの辺にいるはずなんだが、結構出てこねえな。やべえ、なんか雨降ってきた。夜なのに雨とか最悪だよ。ちっきしょう、ちょっと待ってよ。うわ雷とか鳴るんだ、怖っ。何気にリアルですね。さあ誰かいないですか。あまたキツネだ、キツネ、キツネばっかりだな。まあキツネとりあえず3匹倒さなきゃいけないから OK だよね。やばいやばいやばい、仲間のキツネがやってきたぞ。これはまずいぞ。ちょっと逃げた方がいいんじゃないか、これ。あーやられた、ちっしょー。結構やられんだよねこのゲーム。よいしょ。そうだ、誰かがねコメントで教えてくれてたんだよね。自分は攻撃力とかを上げた方がよくって、奥さんは素早さ上げた方がいいですよというコメントをねくださいまして、ちょっとラッシーさんそれに従ってレベル上げはしてるんですけれども、そういう攻略情報をたくさん欲しいね、みんなから。結構やってるって人がいたから。あそこになんかいる、あれ動物、え岩か、あ違う動物だ。いたぞイノシシ、今度こそ倒したいところ。奥さん、奥さん早く来い。あれ奥さんどこ行った。奥さん、あれ鹿じゃないですか。鹿、鹿発見しました、ついに。ちょっと待って、鹿の方がいいよ、鹿の方が。鹿狩りじゃい、ほら鹿いっぱいおるやん。よし、ちょっとあんまり、でもこれ群れてると困るんでね。結構強いんですよ鹿、倒せない。
ちょっと待って、嫁さんなんで来なくなった？急に、あんたなんで急に来なくなった？ここに、なんか、そういえば、ここになんか回復マーク出てくるけど、これ何なの？ああ、違うのか。狐の像ゲットできるよってことか。なんだ。いや、ちょっとさっきからひどいところしか見せられてないので、今度はちゃんと行きたいんだけど、イノシシがね、イノシシはちょっとまだきついよね。から、一旦鹿とかでレベル上げていきたいんだけど、鹿がいないんだよね。どうしたらいいのかな、これは。本当に。まあ、じゃあ、ちょっとイノシシ行くか。奥さんも今度はちゃんと来てくれてるし。奥さんをうまいこと、あ、わかったわかった。これで一回行くふりをして飛び越えて逃げる。そして奴さんを、やつのところに連れて行き、ほら、叩け。ちょっと奥さん来んの遅いよ。本当に。何なの。絶対倒せないじゃん、これ。ちょっと待って、じゃあ地道にレベル上げるわ。これレベル上げるしかないよね。あーなんか分かってきた。なんか戦闘がさ、うまくいかないと思ったらさ、多分なんだけど、やっぱ奥さん妊娠すると、あんま結構こう、積極的に戦闘には関わらなくなってくるんじゃないかなと思うんですよね。で、なんかその、経験値が蓄積するみたいなこと書いてあったじゃないですか、説明のところに。だから多分、ラッシーさんが買ってあげないといけないってことでね、奥さんのために、身重の奥さんのために、多分こういう風に、敵を倒してなるべくこう一匹で倒せるやつを、やばいやばい、仲間が来ちまった。これきついか、いけるかな、いけなそうだ。ちょっと逃げる。奥さん頼む。ちょっと待って、一旦逃げさせて。これ食べて、回復。オッケー。回復。あーだめだ。こうちょっと今奥さんのとこに持っていくところをね、見せたかったんだけど、ちょっとなかなかうまくいかないんだよね。結構厳しいですよね、世の中。結構食わせてるんだけどな。まあ、何気にいつになったらこれ子供産めるようになるんだろう。わかんないんだよね。説明がちょっとなさすぎる。いたこういうのいいんだ、こういうのいいんじゃん、こういうの。ウサギとか、ほら、ウサギ。ちょっと待って、追っかけて、ちゃんと。ウサギをこうやってさ、狩るじゃん。ウサギとか、こうやって狩ってあげると、よいしょ、倒せ。よし、倒したでしょ。これ倒したら、これ持って、奥さんのところにこうやって持ってってあげると、奥さん食べるんだよ、これ。ほら。食べて、奥さん。オッケー、ほら。こういう感じで、奥さんに経験値を蓄積させてあげなきゃいけないと。そういうことっぽいよね、多分ね。まあ、ちょっとウサギがいっぱいいるので、これを奥さんにどんどん倒して、献上していきましょう。よし、ほら。ほんで、早くね、子供を産んで戦闘に参加してもらいたいんだよね。オッケー。奥さん、倒したよ、ほら。もう一匹。来た。食べてどうぞ。ほら。これで食べてくれんだよ、ほら、こうやってね。オッケー。ちょい、一口しか食わねえんだよな、基本。あ、でもまた戻ってきて食べるか、これ。あ、なるほど。オッケー。こうやって、食べさせてあげていかなきゃいけないということですね。さあ、3回目。OK。これでだいぶ蓄積されたんじゃないの？まだなの？まだなの？いっぱい狩らなきゃダメ？これ、どうしたら子供生まれんの？子供生まれないと先進めねえぞ、マジで。さて、困りましたね。赤ちゃんの産み方がわかりませんね、これ。これで、レベル10でなければならず、巣の中で眠っている必要がありますって言ってんだけど、巣の中で眠っている必要があります？これってこと？これで家族を眠らせとけばいいってこと？ここ、巣の中で。こうやって。これ寝てる状態？これでしばらくしたら子供が生まれるってことなのかな？ちょ、わかんねえなぁ、これ。誰か教えてくれ、ほんとに。子供がね、生まれねえんだよ。どうしたらいいんですかね、これ。やばい、戦いになってる。だってもうさ、敵のレベルが高くなりすぎちゃってさ、全然倒せないんだよ、こいつらも。ほら。どうしたらいいの、これ。やられちゃう、ほら。スカンクすら倒せない、ラッシーさん。いやぁ、これちょっと全然わかんない。どうしたらいいの？誰かちょっとコメ欄で教えてください。すごい困ってます、ラッシーさん。いやー、別に調べてもいいんだけどさ、ネットでね。でも、
みんなの力で解決したいな、できれば。ということで、皆さんのコメントを心待ちにしております。一旦ね、これちょっともう一回引きましょう、チェストね。これで新しい動物が欲しいんだけど、どうでしょうか。ドン、服はもらえるんだよね。なかなかね、増えないんですよ、新しい動物が。さあ来い、どうだ、ドン。あー、お金ね。はいはいはい。はい、ちょっともう一回今ギフトもらったから、これでもう一回開けていきたいと思います。ドン、来い、動物。あー、視点って何なのこれ、視点ってよくわかんないんだよね。まあいいや、とりあえずゲットしたから、ちょっとじゃあ皆さん、お願いしますね。赤ちゃんの産み方をちょっと教えてください。あとね、ドラゴン趣味オンラインってやつもこういう感じらしいんだけど、それが面白いって言ってた人もいるんだけど、それの情報もね、できたらちょっとね、教えてもらえると嬉しいなと思っております。ちょっと今日はうまくできませんでした。ごめんなさい。本当はなんかボスとか倒したかったんだけどさ、ちょっと先に進め方がわかんない。あ、なんだこれ。共鳴することはできました。ね。はい。じゃ、ちょっと皆さんのコメント待ってますので、ぜひね、コメント寄せていただければと思います。ということで、今日はこのようにしましょう。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日はこの辺でまた見てね。バイバイ。